まあ、これもちょっと触れといた方がいいのかな。これは一昨日、昨日のニュースですけど、とにかく放送局がですね、民放連の会長がですね、194局の加盟局のうちもう半分、近くですね、92局が、中間決算で赤字になったよと。で、放送局が、まあ、新聞厳しい厳しい言われてたけど、放送局がいよいよ赤字になったっていうことなんだけど、まあ、広告収入がね、とにかく激減してるっていうことだと思うんだけど、なんかありますよこれについては。ありますね。まあ、ジモさんがよくおっしゃってることそのものですよ。つまり、例えばテレビに関係して働いてる人の中で、正社員なのか制作会社の社員なのかによるこの給料のもう歴然たら格差があり、倍ですよね。同一内容、同一賃金どころじゃないわけですよね。制作費の中に占める人件費の割合が異様に高く、でそれを労働組合が支えてきているっていうね、そういう、まあ、長い流れがあるわけですよね。その意味で言えば、制作費を下げていけばこんな問題は解決するだけの話なんですが、制作費を下げると最初にはまず人件費ではない制作会社の方を切るわけね。そうです。本社の社員の給料は最後まで一番最後で一番最後だもんね。制作会社の側にきつい条件を押し付けられるか、人件費を温存して、その要するに人件費以外のですね、さまざまな大道具、小道具、さまざまなその取材先への謝礼とか旅行とか、それっていうのは全部ね。そうですね。だからそうしたもの部分をどんどん縮めていくと、だから本当に人件費だけになっていくのかもしれません。でも合理的に考えればね、社員の給料を下げてもすぐにアウトプットは多分落ちないんですよね。そういう部分を切れば切るほど、どん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 アウトプットにすぐにダイレクトに影響してくるんですよね。なんで逆のことやるのかなと思うんだけど、ただね、もう一つね、僕ここでね、この赤字なんて平気で民放連の会長が言ってるけどね、よく考えてほしいんですよね。あのね、免許というものをもらって事業をしている。で、実は波代っていうのはとっても安い電波料ですね。電波料っていうのは日本では、まあ、これ安すぎるっていう議論が一部で、河野太郎さんなんかのウェブサイトに出してるみたいだけどもね、なんでこんな安いんだってくらい安いと、その価値を考えればですよ。でしかも国民の、まあ、有限の資産を貸し出してるんだから、もうちょっとそれに、ね、正当な対価を取るべきだって意見も一方であるけど、まあ、安いんですよね。まあ、これはものすごいロビーングしてるから、その放送局なんていうのはね、まあ、新聞社も含めて、まあ、それもあって簡単に上げるって話にならないわけですが、でね、問題はここですよ。有限の資産を割り当てられてもらって、で割り当てられてるってことが参入消費がすごくあるわけでしょ。誰でも免許、放送は入れない、免許がないと入れないんだからね。どうしてどうやったら一体それの事業が赤字になるんだってことなんですよ。いや、もう単純な論理でよくよく考えてみると、もう参入できる会社がこんな限られてるって、あとはこれだけの収入があってこれだけの支出をすれば合うっていう事業をやってるのに赤字っていうのは、村井さんの言ったことはまさにその通りなんだけど、どれだけ無駄をしてるんですかと。ね、もう独占的に波を持っている会社が赤字になるっていうことがありえないね。何の独占性もない、インターネットで僕なんか何の独占性もないですよ。全く参入障壁もないですよ。それでなんとか黒字にして帳尻合わせてやっていかなきゃいけないっていう中でやってるのに、どうやって免許事業で赤字になる会社できるんだと、びっくりしちゃっていてね。これを赤字苦しいんですみたいなことを言ってるっていうのも全く意味不明で、まあ、もう冗談じゃないって感じですね。僕はもう一人にそれですね。だからコスト切れいいだけなの、本当に。そうですよ、でもそれまさにね、これなんだ、特殊法人の周りにファミリー企業があって、いろんな人がぶら下がってっていう構造と同じでね、例えばこの丸劇のこの机が例えば10万円だったとすると、これを300万円で発注したりしてるわけ。丸劇のある放送機材が10万円だとしたら、やっぱり300万円で発注したりしてるわけですよね。もうちょっとですよね。うちが10万だと1000万くらい、1000万だったりするわけですよね。でもそうやって実はお金回してるわけですよね。で、金回してるっていうことに実は付随してコネクション、だから入社させるとかね、入社させてもらうとかっていうふうなことも起こっているっていうふうになっていて、本当にね、霞が関の天下り先の特殊法人が持っている構造と同じものが、同じように放送局の周りに生じていて、お金と物のこのインターディペンダンシーだけじゃなくて、そこには人のコネクション、自分の息子をよろしく、娘をよろしくみたいな話を含めてね、全部丸ごとになってる。